クルージュイコールナポカの生神女就寝、大聖堂同大聖堂の夜景クルージュイコールナポカの生神女就寝大聖堂は、ルーマニアのクルージュイコールナポカで、最も有名な聖教会の大聖堂である。ルーマニアのブルンコベネスク様式で建てられ、ルネサンス建築とビサンティン建築の総合が見られる。クルージュナポカ劇場とアブラムヤンク像と共に、アブラムヤンク広場に位置している。大聖堂は、 クルージュイコールナポカ、アルバ、クリシャナ、およびマラムレシュの不死教座大聖堂である。大聖堂は生新女修身を記憶している。大聖堂はルーマニア王国へのトランシルバニア合同後の1923年から1933年までの間に建設された。当時クルージュの主教であったニコライイバンが場所の提案や建設資金の獲得に働いた。 1923年9月からこれらの事業は開始された。大聖堂の建設プロジェクトはジョルジュ・クリスティネルとコンスタンティン・ポンポニュによって進められた。彼らはマラシェシティノ病も設計している。1933年11月5日、大聖堂は公に全ルーマニア総主教、ミロン・クリステア、トランシルバニアの不主教ニコラエ、バラン、クルージュの主教をイバンによって開かれた。 生成式には、ルーマニア国王カロル2世と皇太子ミハイ1世が3等している。大聖堂のメインのドームは、イスタンブールのアギア・ソフィア大聖堂から影響を受けており、ブランコベネスク様式の4本の塔に囲まれている。ドームを支える18本の大きな石柱は彫刻を施されている。大聖堂の主要な建築資材は、バチウト・ボンポトックから切り出された石材である。 内部の壁面は1928年から1933年までの間にアナスタシエ・デミアンとカトゥル・ボグダンによって描かれた。二人は共に地元の芸術大学の教授であった。ありがとうございます。